大平均順位っていうのはですね、早めに進む近いということで、同じものが何度も何度もちょこっと変わって出てくるっていうのが特徴なんで、っていうのと、もうこのパターンが、まあまずほぼほぼ間違いなく出るんで、だから絶対に必ず。さあ、では始まりました。もちチャンネル。さあ、今回ですね、はい、河合先生と松原さんにおいでいただきまして、大英検11級のですね、はい、面接近いということで、まあ、受ける生徒さんたちもね、このページいますので、はい、はい、ちょっとそちらにアドバイスをしていかなきゃいけないということなんですが、ちょっと生徒さんの現状と悩みお聞かせいただければ、そこで、はい、英検11級面接どういうふうにしろっていうのをちょっと言いたいと思いますね。はい、現状としては、リーディングがすごい得意な子で、はい、でまあ、リスニングは合格点ギリギリぐらいは取れるような子。なるほど。なので二次試験に向けてあんまりスピーキング対策をしてこなかったので、リングの試験に向けて。なるほど。え、ライティングはどうだ。準級なんで16点あると思うんですけど、16点中も12ぐらいは取れるんじゃないかなっていう。なるほど。じゃあまあそこで、まあ、まず一番厄介なところとして、そのリスニングですね。リスニングがギリギリ合格っていうところなんですけども、うん、リスニングやっぱ設問聞こえないと困るので、あ、そうですね、はい、準級はそこができるのかなんですが、2級よりも設問は簡単なことが多いんですよ、準1級って。はい、なぜかっつったら、まあそのリスニング力を聞いてないからでしょうね。そんな受けるとだから2級の方が長いんですよ、設問が。ああ、なるほど。あ、新しい準1級ですね、まあ、今回じゃない、次の回からは準1にも長い設問のやつ出てきますんで、はい、そちらお気をつけください。となんで簡単なんですが、ただしレベルは上がりますんで、聞かれる内容はより抽象度が高い。私の本ここに出しておこう、今出ていますけど、だいぶ抽象度の高いで、常に日頃からですね、政府が国が企業が、そして一般の人たち私たちが一体何をするべきかっていうのを常に頭に考えておく。で、何かしら問題があって、その問題をこの人たちがどうするかっていうのの、もうこのパターンが、まあ、まずほぼほぼ間違いなく出るんで考えておく。で、何かしら問題があって、その問題をこの人たちがどうするかっていうのの、もうこのパターンが、まあ、まずほぼほぼ間違いなく出るんで、これを常に出せるようにしておく。例えば地球温暖化を解決するために、政府が何をしたらいいですか、日本が何をしたらいいですか、企業は何をしたらいいですか、我々一人一人は何ができますかっていうやつですね。なるほど。じゃ、政府と企業と自分たちは3つの視点で考える。そうです、3つの視点で常に解決策、何かしら世の中の問題点があるので、その世の中の問題点でどうやってそれで解決するのかっていうのを常に持っとくといいです。なるほど。これは、はい、分析した結果分かったことですね。なんで本に新たに加えてると思うんですけど、はい、これをやるっていうのが大事です。まあ、これはとにかく手を変え品を変え出てくるんです。だから同じものが何度も何度もちょこっと変わって出てくるっていうのが特徴なんで、うん、スマホだったり、スマホがタブレットになって、タブレットが PC になってるとか、はいはいはい、もうこれお決まりなんで、だそういう風に時々には力を入れるんですけど、こういうので、あとはだから生徒が、子供がとか、うん、そういうのもしょっちゅう出てきます。タブレットは生徒にとっていいのかですね、スチューデンツにいいのか、子供たちにとっていいのか、そういう風に、まあ、似たような手法がいっぱいあるんで、そこを過去問研究してください。なるほど。はい、ズバリ過去問は何回分？それぞれ3回、2個だけ公表されてるんで、実際たくさん行われてるんですけど、公表されてるのは2つだけなんで、その2つかける英検って3年分しか出ないんで、本、はい、それより前は本当にもう中古でしか手に入りませんので、2016年だから8年、8年、はい、8年、7、8年分をかき集めて、21かける、わからない、21×2、21×2 ですね。はい、21×2、42、42、5ぐらいは、はい、頑張って見つけてもらえればと思います。で、理由言うとき、とにかく3分ですからね。あ、です。3分言えっていうのが、もうこれめちゃめちゃ大事なんで、点数取れない人はそれが足りない、とにかく情報量が足りない。あれって問題文読まれて何秒くれるんでしたっけ。もうすぐないです、何秒。すぐ答えなきゃいけない。すぐ答えます。なるほど。でも1秒目喋りながら2秒目考えるみたいな。いや、もう聞いた時に浮かんでる状況になってないと思います。そうですね。ただ分かったのは、そのこれも新たに本に入れたんですけど、 if とか入れると伸ばせます、うん、なるほど。ああ、一文がってことか。相手が言ってることを繰り返してる間に考えるんです。ああ、そういうことですね。もしこうこうこうしたらどうですかって言われた時に、もしこうこうこうだったらってリピートしてる間に考えるんですね。っていうのは、その模擬面接とかして小学生の子がよくやってたんで、なるほど、なるほどって思いました。なるほど、そういう賢いですね。もしなんとかだったらこう、確かに、だから政府は何かできますか、もし政府が何かするんだったら、なるほど、
はい、これがいいと思います。ありがとうございます。っていうので、ただ if 説はね文法ミスが起きやすいんで、確かに、はい、お気をつけください。それやると、はい、とにかく3文3つ言えるように、まあそのパターンとかは本に書いてありますので、そちら見ていただければと思いますが、で、さらにまあやっておきたいことですね、他にもまあいろいろあるんですけど、はい、ぜひとも押さえておきたいことと、でじゃあその他、ね、漫画描写ですよ、できんのかっていう話ですよ。そうですよね、はい、あれ難しいですよね、結構難しい。絶対3文言えとはないんですけど、このやつに関してはとにかくなるべく描写する。ただ最後のコマにたどり着かなかったら全部おじゃんになるんで、なるほど、最後のコマ一つも何も描写できなかったって言ったら今まで喋ったこと全部内容無駄になるんで、はい、なので必ず時計を常に練習する時からやって、本番でもやってください。でとにかく一コマでも描写しないコマが出たらゲームオーバーですから。なるほど、はい、もう点数ゼロって、いやゼロがないんです、もうそもそも2点なんで、最低点が1点は何も無言か適当に喋ってる、あ日本語喋ってるとかじゃないとならないんでそうじゃないと1点にはならないんで、だから2点は取れるんですよどうやっても。でもとにかくどっかコマもう抜かしちゃった時点でもう2点なんで、うんうん、だから絶対に必ず全コマ何か言う、だから3つを目標にするけれども3つ言えなくても最後のコマで何か言うっていうのがこれがもう最優先で、書かれてるものはとにかく言えと、新聞の内容ボードに書いてあるとか、うん、そういうものも全てちゃんと言う。で時制をとにかく過去形過去進行形、うんうん、もうめちゃめちゃ大事です、これできない人が超多いで、はい、まずここをちゃんと押さえて、で模範解答いろいろありますんで、いろんなのを見て研究して、うん、あこういう時はこうやって言えばいいんだっていうのを掴んでいってください。同じ動作いっぱい出ますんで、なるほど、できちんと因果関係があるんで因果関係を考えながら、はい、それをやっていくっていうのが結構接続詞も大事っていうことですか。接続詞というかこう、まあ、コマの上に書いてあるんで、ああ場面が転換されるところが書いてあるんで時間や場所が書いてあって、まあ、絶対悲しんだりするんで、なんで悲しんでるのか考えなきゃいけないんで、これうまくいくと思ったでもダメだったみたいなんで、そういうのをまあ接続副詞的に、例えば One week later, however みたいなですね、こ う, うまくいくと思ってたんだけど1週間後にこうダメだったみたいなとか、そういうつなぎの文とかもうまくやっていくことが大事ですね。でそれに対して最後がっかりしてますんで、なんでがっかりしてるのかをちゃんと、ね、If you were the woman とかですね、そういうので必ず出てきます。What would you be thinking って言われますから、If I were her, I'd be thinking で、その後ろに3分なるほど言えるようにするっていうのもめちゃめちゃ大事。はい、わかりました。あと何か言っておかなきゃはありますか、こういう時はどうしたらいいんですかみたいな。描写の方も結構じゃあ過去問研究が大事です。大事です、はい、めっちゃ同じパターンありますけど、まあ、だん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 ですね、いろんなパターン出てきてるし、さらには答え方もいろんなパターン出てる、いろんなの見ておくといいと思います、うん、増えてます。今までは I should have 何とかとか I shouldn't have 何とかで、すべきじゃなかったとかしておけばよかったばっかりだったんですけど、結構模範解答、まあ、いろんな参考書を見ると分かると思うんですけど、そうは言うけどみたいなのも出てきます。俺がやったことは悪くないみたいなのも結構書いてあるんで、模範役ですか、模範役っていうか模範解答、模範解答に書いてある時出てきてますんで、はい、なんでそういうのも参考になると思います。なるほど、そういう感じで、わかりました、やっていただければと思います。何人ぐらい順位中受ける人いるんですか。僕の生徒さんだと、まあ、今回は2人ですね。あ、2人いるんで、はい、はい、まあ、他の皆さんもですね、ぜひこれを参考にしていただいて、はい、準1級面接対策ということで、特に、ね、スピーキングが苦手っていうのをやってもらえればと思います。はい、ということで今回はお二人においでいただきましたって僕はずっと喋ってたんですけど、はい、ちょっと喋ってますね、はい、喋ってください。そうですね、はい、はい、勉強になりました、ありがとうございます。はい、はい、ということで、ぜひ見ている方も参考にしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボコチン、はい、僕は準英検3級から頑張ろう